ちは。株式会社私は社長兼ロックラボ所長の竹野内です。こちらが初めまして、開発の久保田と申します。今日は校長 AI 京都 AI の次のプロジェクトも始めているわけなんですけれども、まだその中身というよりかはですね、その次のプロジェクトで使おうとしている、技術ですね、その話をちょっとしたいなと思うんですが、久保さんアイドル好きですか？アイドル大好きです。あ、そうですか、はい、誰が好きですか？松井ジュニア。あ、ちょうどいいですね。あ、まさにそうですね、総選挙もあったことで、そうですね、アイドルの方っていうのもね、一人でやられる方もいれば、ああいうふうにグループでやられる方もいるということで、ちょっと今僕らが作っているのは、言ってしまうと一人のアイドルなのにグループのアイドルみたいに話せるようになるっていうかね、はい、普通アイドルの人って AKB48 のなんとかですって一人で言うと思うんですけど、グループになると AKB48 ですなんかすごい迫力ありますよね、はい、全員で挨拶するってね。であれを、AI というか、ちょっと機械で一人の人の声からああいう複数のアイドルグループみたいになるみたいなのをね、ちょっと作ってみたというのでちょっと聞いてみましょう。まず一人の人の声だから、こんにちは、一人の人の声ですね、はい、人ですね、こんにちは、一人の人の声と。でこれがちょっと僕ら開発したこの、複数のアイドルグループになりましたね。なんとか48ですね。ちょっともう一パターンあるから、こっちも聞いてみましょうか。なんとか46ですね、こっちは。そうですね。なんで今日ちょっとこのご紹介したのは合成音声ではないんですけど、一人の人の声からそれを複数人の人の、言ってしまえばね、声援というか掛け声というか、それにするというのをご紹介しました。そしてこれが新しいプロジェクトで重要な役割を果たす一つの機能になります。ぜひお楽しみにお待ちください。ありがとうございました。